JMB キップスカードは、三菱 UFJ ニコス株式会社が、近畿日本鉄道株式会社及び、日本航空株式会社と提携し発行する、クレジットカードである。三菱 UFJ ニコスが近鉄と提携し発行する、キップス d c カードに、日本航空の JAL マイレージバンクの機能を加えたもので、あるが、キップス d c カードには存在しない、ゴールドカードも発行される。 2011年11月15日までは、キプスピタパカードと同時申し込みとなり、JMB キプスカードのみ申し込むことはできなかったが、同年11月16日より、近鉄グループ各社参加のキプスポイントサービス開始に伴い、JMB キプスカードの単独発行も可能になった。なお、JMB キプスカードは、航空と関西の鉄道が提携する、 初のクレジットカードであるが、日本航空と提携し発行する、JAL カードスイカ、東急が、日本航空と提携し発行する、JAL カード東急ポイントクラブック、東急カードクラブック JMB、小田急電鉄が、日本航空と提携し発行する、JAL カード OP クレジットがある。すでに、JMB カードを持っている場合、お得意様番号を引き継ぐことができる。キップスピタパカードで、 近鉄電車に乗ると、乗車月のポストペイ割引適用後の運賃200円に、月1ポイントのキップスポイントが貯まる。また、クレジットでの買い物でもキップスポイントが貯まるため、鉄道利用でもクレジット利用でもキップスポイントが貯まる。ポイントの形状は、毎月15日。JMB のマイルに交換するには200ポイント以上の蓄積を条件として20ポイントを10マイルに、 また、JMB の1万マイルから1万キップスポイントに交換2回を限度することができる。なお、2011年11月15日までは、近鉄ポイントプログラムとして、上記の利用条件において、キッピーポイントが付与、利用できるサービスを行っていた。キップスピタパカードでは、ジュニアキッズカードは、現在のところ発行されていない。日東航空のの前身で、 かつて近鉄が出資していた航空会社、ありがとうございます。